イエーイ、こんにちは。来た来た、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。2回目の配信です。こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、湯豆腐。湯豆腐。こんにちは、はじめまして。やっほー。エントリーナンバー12番です。今日もよろしくお願いします。暑いね。まだ外出てないんですよね。さっき起きたばっかで。お昼ご飯もまだ食べてないです。ちょっと慣れてきたね。頑張り、ありがとうございます。昨日、そうですね、めっちゃ緊張してたんで。昨日から見てるよ、ミキティさん、ありがとうございます。神奈川県出身です。顔出し NG なんです、学校の関係で。高久くんって言って。高久くん、きょんこ来た。 ありがとうございます。慣れたね。ちょっと頑張りました。緊張解けてきました。はじめまして。今日は弾き語りやるのは夜にやろうと思ってるんですけど、夜結構時間詰まっちゃってるからどうしようかなと思ってます。推しメンは守谷茜さんです。インフム、後でやります。 こんにちは、初見です。頑張り、ありがとうございます。今日一番初めなんで頑張ります。守谷茜さん推しです。声かわいい、ありがとうございます。トニちゃん、こんにちは。トニちゃんです。皆さん、トニちゃんって呼んでください。神奈川県出身です。なんだっけ、こんにちは。神奈川16、同じ。嬉しいです。推薦コメント見ましたよ。皆さん、ありがとうございます。握手会行ったことあります。ひらがなけやきの推しメンは佐々木久美さんです。とにちゃん、ありがとうございます。すずもんみたいな声してる。本当ですか？嬉しい。誰の握手会行ったことありますか？守谷茜さんと石森ねじかさんと加藤志保さんと渡辺りささんあります。コメント読んでくれてありがとう。いえ、オタクだったんだね。ほんオタクです。めっちゃオタクです、私。レナって呼んで応援してありがとうございます。乃木坂の推しメンは松村さゆりさんです。ちょっと京子の声に似てる。すごい昨日言われました。小田奈々さんの声と、小田奈々さんの声に似てるってすごい言われました、昨日。怖くです。全白行ったことないんですよ。眠いよ。私もさっき起きれるかなって思って、もうめちゃくちゃギリギリまで寝てて、お兄ちゃんに起こされたんですよ。危なかった。あかねんのいいところ3つ。まず、綺麗、努力家、負けず嫌い。負けず嫌いのとこもうめっちゃ尊敬しますね。ラクダ。 ラクダ。小田奈々の妹だな。もしかしたらそうかもしれないですね。 顔出ししないんです、ごめんなさい。 How old are you? 16歳です。まるちゃんって呼んで。まるちゃん、待って、小田奈々と全く一緒の声。そんなに似てますかね。自分の声ってわからないじゃないですか、結構。ユーチョフって呼んで。ユーチョフさん、誰に似てるって言われる。中学生の頃から菊地亜美さんに似てます。似てるって言われます。 似てるって言われるだけなんですけど。サンシャインはだやろ。 そうかもしれない。光一さん、今日は福岡公演なんで。そうですよね、行きたいな。
から欅大棚の世界の時あたりです。前屈しますって前屈します。学力ザ普通そうめっちゃ普通ですよ。超普通、高くもなく低くもなくって感じですね。君のハートにレボリューション、キホって呼んで。キホさん、お兄ちゃん子ですか？お兄ちゃん子ではないですけど、お兄ちゃん子ではないですけど、兄は二人います。だから性格が結構男っぽいですね。絶対結婚しような、しましょう結婚、イエイ高俊って呼んでください。高俊さん、ラーメン好きですか？ラーメン好きです。ちょっと昨日やりすぎてなんか申し訳ないなと思っちゃったんでバカは帰りますって言って、バカは帰ります。身長は163センチです。変顔します、しました。タイからこんにちは、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。兄の部屋から変な声聞こえない聞こえないですよ。兄二人ってもしや俺の妹？そうかもしれないです。肉まん好き？肉まん大好きです。兄さんは規制あげますか？あー、あげない、あげるかも、あげないか受かるといいね。ありがとうございます、嬉しい。なおって呼んで。なおさん、ズッキュン、ライブ行ったことあります。アニバーサリーライブに初めて一人で行きました。部活は軽音楽部に入ってます。なんか軽音楽部に入った人結構、ギターできる人とか結構いましたよね。オーディションは大原さくら子さん歌いました。トニちゃんのギター早く聴きたい。もうめちゃくちゃ下手なんでちょっと恥ずかしいんですけど、ギターをちょっとかじってただけなんで。楽器はベースボーカルです。リサさん、バンド組めるね。そうなんですよ、お兄ちゃんがギターで、もう一人のお兄ちゃんはドラムやってるんで、家族でバンド組めます。渋谷川歌ってね、頑張ります。でも渋谷川コードがちょっと難しいとこあって抑えられないんですよね。自分ドラムやってます。本当ですか？ドラムやってみたいんですよね。働く力ください。あ、今日そうですよね、今お昼ですもんね。なんか始める時間12時にしようかなって思ったんですけど、起きれるかなと思って。頑張ってください、お仕事。こんにちは、今来ました。りょうたさんいらっしゃい最後まで見てってください。カタカナケヤキの推しメンは虹彦さん先生ですかね昨日みりんくんってあだ名つけてくれてありがとうそのままつけただけですけど、ごめんなさい本当に。お昼食べてないです。セラさん、何時までやる？1時間くらいかな？ 45 分1時間、はい。ツッチーないだめですね、お腹すいでもなんかダイエット頑張ってるんで、あんまお腹すかないようになってきました。推しメンは森あかねさんです。バレー好きですよ。バレーボールの方ですよね。松陰って呼んで。松陰さん、カラオケは結構歌います。でもゆいちゃんずさんの曲歌いますね。あと大原さくら子さんばっかです。肉まんとあんまんどっちが好き？肉まん。エイトって呼んで。エイトさん、上村里奈大好きって言って上村里奈さん大好きです。
可愛いですよね。可愛いですよね。なんか華奢なのに憧れます。宿題終わってないです。まだやってないです。声話し方がふーちゃんそっくり。斉藤冬香さんですか。似てるかな。全然言われない。ひらがな大好きです。ひらがなけやきさん大好きです。歌が好きです。特にあとバラエティ番組でやっぱすごいですよね。なんかみんな個性あるから素敵。再度自己紹介。テロップにも書いたんですけど、今日から高校2年生の16歳です。ヤギ座です。もう少しだけ声を大きくして。わかりました、声を大きくします。あかねはいいよね。森あかねさん美しいですよね。ひらがなも歌いいよね。ひらがなけやきさんの歌特に好きですね。永遠の白線が一番好きです。最近の曲ですけど。あと沈黙した恋人よ。 TY って覚えて。 TY さん覚えます。部活疲れた、お疲れ様です。顔出さないんですよ、ごめんなさい。今甲子園のベンチから隠れて見てるよ。すごっ。ちょっと実況してください。パンダって覚えて。パンダさんドラクエやってる。あ、ドラクエやってないですけど、ドラクエの音楽好きですよ。授業ねどうやって聞いてるんですか。すごい嬉しいな。授業聞かないで私のショールーム聞いてくれてるの。授業ちゃんと聞いてください。髪型はセミロングの黒髪です。右分け、右分けですよ。前髪はと肉まんとピザまんだったら肉まんかな。好きなサッカーチーム。サッカーわからないんですよね。スイカは好きですか。スイカは好きです。スイカめっちゃ食べます。私多分一玉食べれる絶対。龍角散喉にいいよ。喉聞かれる。龍角散欲しい。今ちょっと喉ガラガラなんですよね。名前呼んでくれ。名前達弘さん。はい。ハラちゃん知らん。ハラちゃんってどのハラちゃんハラちゃんさんですか。お昼食べないの。ショールーム終わったら食べたいと思います。でもこの後出かけるんでちょっと準備しなきゃなと思って。準備1時間くらいかかるんですよね。初めて来ました。誰推しですか。漢字けやきさんの森谷あかねさん推しです。アイドル大好きです。あだ名つけてくるみさん。くるちゃん。おだななと高本彩香、斉藤京子として3で割った感じの声の雰囲気。全体的に低いですよね私。おだななさんの声似てるってめっちゃ言われたんで昨日。嬉しいです。近づけてこうかな。誕生日は1月です。なんかその低い声が素敵すぎて。ありがとうございます。マジで似てる。他のグループのオーディション受けたことある。受けたことないです。季節は何が好きですか。冬です。あ、でもな、冬かな。でも最近夏好きなんですよね。なんか去年まではだるいなって思ってたんですけど、今年に入ってから夏なんか余裕じゃんみたいな感じです。顔のイメージ大人になってます。全然似てないですよ、大人のさんに。
似てないですね。秋は大嫌い。秋とか春とかって結構期間短いじゃないですか。だからあんまり分かんないですよね。暑い。サイレントマジョリティ歌って、あ、じゃあなんか歌ってほしい曲ありますか。歌おうかな。サイレントマジョリティ、小田菜の隣にいるんだけど、小田菜さんこんにちは。世界クーラーの温度下げていく。まだ28度です。大丈夫ですよ。セゾン誰とべ不協和音、沈黙した恋人よ、強みの朝スカートを切られた、夏の花はひまわりだけじゃない、お願いします。あ、すごい、いっぱい、え、いっぱいありがとうございます。え、嬉しいな、嬉しい。国歌斉唱、国歌斉唱しようかな。僕たちは付き合っている。うわ、いっぱいあるな。完全感覚ドリーム歌えないですね。100年待てば。世界アンケート機能使おう。そうですね。じゃあ私が今歌いたいものにしますね。え、どうしようかな。サビまで。福岡一日目行ってきます。行ってらっしゃい、楽しんできてください。萌えりって呼んで、萌えりさん、はい、投票、これどうやってやんだ。ですね、え、これ、あ、そういうこと、なるほどなるほど。じゃあ1番はってことですね。1番は、うーん、どうしよう。沈黙した恋人よ、あれサビ高いですよね。じゃあサビ、うん、いや、サビ高いからな。なんだろう、世界、これ映像じゃないと投票むずいね。まだ言わないで、ん、頑張りき、天城越え歌おうか。ひまわり、結構いけるって、え、めっちゃ緊張してるんですけど。上に打てばなるほど、え、ちょっと待って、これガールズルール、欅さんの曲しか歌ってはいけないんですよね。ひまわり、サンキュー、歌いたい、歌いたいな。1世界、2白線、月スカ、4ひまわり、あー不協和音でいいじゃん。僕は嫌だって言って、ひらがなけやき、100年待てば。渋谷川、じゃあ渋谷川か、渋谷川かやばい、喉が痛い。曲なんでもいいよ、なんでもいいですか。夏の花はひまわりだけじゃない、語るなら未来を。合唱やってないです。歌うこと好きです、でも下手くそです。夏の花はひまわりだけじゃない、うーん、迷うな。おばあちゃん私一緒にやりましたよ、アニバーサリーライブの時。メドレーでいいよ。じゃあ沈黙した恋人よか、か、なんか井口修がする、え、嬉しい、めっちゃ井口さんのお笑いセンスに憧れます私。沈黙した恋人よか、もう一つ何がいいですかね。
ひまわりの約束、ひまわりの約束。危なっかしい計画まだ。チューニングもいいですね。夏の花はひまわりだけじゃない、結構多いですね。ここにない足跡、早くしてくださいって感じですよね。ごめんなさい。沈黙した恋人よか、じゃあ渋谷川で。1番が沈黙した恋人よかで、2番は渋谷川で。じゃあ投票しますね。いきます。2番が渋谷川ですよ。はい、投票お願いします。緊張する。牛角さん食べたい。世界には小田しかない。じゃあ3、2、1で投票終了します。いきます。3、2、1。あ、2番の方が多いです。2番渋谷川ですよね。よし、じゃあ2番やろう。え、どっから歌おう。じゃあ A メロからサビ。コメント読めないですけどごめんなさい。歌いますね。あ、7000いったよ。やばい、待って待って、声が。え、投票結果を見るってところ上に出ちゃった。じゃあ歌います。あああハスキーボイスいきます。せーの、せーの。たいない話をしてバス通りを歩きながら古川橋その近くで僕はなぜだか切なくなるよ。愛しさは胸にしまい込んで少しだけ君と距離を置いた。ひっそり流れるそう目立たない日々、誰も気づいてないこの渋谷川、枯れることもなくずっと変わらぬまま。人の暮らしの中で汚れた水も溢れた涙も海へと運ぶよ。恋のかけらどこへと向かう。ありがとうございます。めっちゃ緊張した。温度下げよう。やっば、めっちゃ緊張した。さっきめっちゃ練習したんですけど声震えて全然歌えない。でも一回歌っちゃうとあれですね、なんかちょっともう一回歌いたくなっちゃいますね。緊張する。クーラー下げすぎ。パチパチパチ、ありがとうございます。普通に上手くてびっくり、ありがとうございます。幼なの泣いちゃうまさ、ありがとうございます。サイマジョイコサビメドレー、あーいいですね、それやりたいな。サビメドレー、ゆいちゃんず入れてあげて。ありがとうございます。ゆいちゃんずさんギター弾いてやりたいんですけど。カラオケ全然なんか点数90点いったことないですよ。カラオケ沈黙した恋人よ、パルコ、もっと歌って。嬉しい嬉しい、本当に。青空が違う、似合いそうだね。本当ですか。本当、そう、なんか全然そんな感じの声じゃない。ゆいちゃんズに寄せて歌い方、そうなんですよ。わかりますか、90点本当に行ったことないですよ。もっと有名な歌、そうですよね。どうしよう、アニバーサリーライブ何が一番盛り上がった、あ、どうだろう、何が一番盛り上がったんだろうな。でも青空が違うの可愛いですよね。あれやりたいです。あ、やりたいですっていうかファンのみんなと一緒にはいはいとかやったんですけど。12も押せる、ありがとうございます。皆さん12番押してください。
トニーです。トニーちゃんです。ヘイヘイ。ん？制服と太陽。カラオケ90点いかなくても森の中では100点だよ。イケボ。イエイ。ありがとうございます。皆さんの中で100点になれると嬉しいです。だるまめっちゃ本当だ。だるま。だるまだ。すごい。だるますごい。だるますご。読まれたら恥ずかしい。読みました。アントニー。アントニー。声ハスキーで可愛い。あー、一行だけ悩める。フォローしました。ありがとうございます。トニーバーカー。トニーパーカー？バカって言われてんのかな。歌って、じゃあもう一曲歌おうかな。話し方かわいい、ありがとうございます。めっちゃ作ってます。でも沈黙した恋人よ。勝手に顔想像して今どんな感じですか、みんなさんの中で。私の顔の感じ。誰とべ、あ、誰とべ踊ります。踊りましたよ。普通に喋ってみて。じゃあ普通に喋ります。友達と喋ってる感じで。可愛い、ありがとうございます。一行だけのやめる、歌って、イエー。俺の顔に似てる？かわいいのかな、じゃあ。夏の花はひまわりだけじゃない。頑張れ、ありがとうございます。頭の中ではズーミンの進化系嬉しい。そんな可愛くされたら、ちょっと。おいくつですか？16歳です。夏の花はひまわりだけじゃない、歌って。じゃあ歌いますね。じゃあ夏の花はひまわりだけじゃないと、あとなんかもう一回投票しよう。投票機能楽しいな。大人っぽそう。大人っぽいですね。大人っぽいって言われます。はい、あだ名はトニーちゃんです。トニーちゃん、おだななみたいな安心感。お母さんと言います。お母さんいい。あ、やべ、落ちた。じゃあ沈黙した恋人、なんかサビ高くて歌えないんですけど。トニーちゃんなんで、12番だからです、トニー。あれ、私何歌うって言ったっけ。え、何歌うって言ったか忘れちゃった。やばいやばい。あ、夏の花、そうだ、表題メドレーやろう。いいですね。OK。ひまわりに沈黙。じゃあそうします。1番は夏の花はひまわりだけじゃない。2番は沈黙した恋人よです。じゃあもう一回投票機能やります。イエーイ。みんな投票して。よろしくお願いします。よし、あれ1番がひまわりですよね。じゃあいきますね。あ、2番頑張ろう。1番が夏の花ひまわりだけじゃないですよね。で、あ、1番が夏の花ひまわりだけじゃない、2番は沈黙した恋人よです。3、2、1、はい、1番、1番の方が多いですね。まあ、きっと投票したけど後で歌っちゃうんだろうな。じゃあ行きますね、歌いますね。え、ちょっと歌詞間違えそうでしょう、だから歌詞見よう。いつも投票当たるやん。え、これ大丈夫ですよね、歌って。行きます。
あー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 噛むなって、前髪が邪魔ですね。いきます。歌うの好きです。いきます。あー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 、はい。これどこから歌えばいい？エイモノから歌えばいいですか？歌います。うまい。まだ歌ってないんですけど。いきます。あ、あ、サビ？サビ？歌いやすいところから。サビからだと大変そう。どこからでも。じゃあ最初から歌いますね。すいません。いきます。あ、あ、あれから恋だってしたけど、他の彼なんか覚えてない。あなたと過ごした青空が今もずっと眩しく見える。人はその一生の間に何回口づけするのでしょう。振り向いて思い出せるほどの夏の花はひまわりだけじゃない。いろんな種類の花が咲いてるのに目を閉じると浮かんでくるのは風の中揺れているサンフラワー。待って、めちゃくちゃ音外したんですけど。へえ、もう無理。もうちょっと練習してきますね。緊張した。ふぅ。ありがとうございます。緊張した。ちょっとやばい。龍角さんです、どうぞ。死ぬ死ぬ。ひらがなの歌。だるま100個受け取ってありがとうございます。なんかくまちゃんもいる。すごい。うん、だるまいっぱい来る。すごい。もうちょっとゆっくり歌った方がいいけど、緊張で早くなっちゃった。うまいよ、ありがとうございます。ラーメン大好き斉藤京子って言ってください。じゃあ今日は一回だけ言いますね。言いすぎるとちょっと、うん。じゃあ今日やります。一回目やります。いきます。ラーメン大好き斉藤京子です。昨日の方がうまかったかもしれない。12番受かってほしい。ありがとうございます。同い年でこれはすごい。うまいけどズーミンの方が。そりゃそうですね、今泉さんの方がうまいです。全然。めっちゃ憧れます、あの歌声。トニーちゃん合格して、 ありがとうございます。トニーは俺の夢。昨日モノマネしまくってたの12番。そうなんですよ、ちょっとしすぎでしたよね。パーン。十分うまいよ、ありがとうございます。なんだっけ、身長163センチです。ポール・マッカートニー。うまいですねそれ。あ、かわいい。ポール・マッカートニーさん。ポール・マッカートニーさん。おもてなし会行くね、ありがとうございます。受かれたらぜひ来てください。アタラップ。握力は結構近い、30近くですよ。なんだっけ、今日はギターもやる、できたらやりたいと思います。歌っちゃったかな。ひらがな曲しようよ。じゃあひらがなの曲やろうかな。水たまりボンドの順に。あ、トニーってことですね。名前呼んで、ザウバーさん。
乃木坂3期受けてないです。永遠の白線、トミーです。 100m 走は測ったことないです。 50m 走は8秒7ですね。でも2年1年の時はめっちゃ遅かったです。 9.4 とかでした転んで。ここにない足跡、名前呼んで。あやなさん、海外行ったことないですよ。ボール投げは何メートルだろう。めちゃくちゃ早く名前呼んで、名前呼んで。あ、やばいやばい。まさやさん、おだなだの真似できる。昨日なんかコメントできたんで、おだなださんの真似ってどういうのかなと思って探してたんですけど、全然わかんないですね。行っちゃってる。あー、なるほど。じゃあ今日調べてきますね、ちゃんと。ナナピウィンク、まんざらでもないおだななさん。2000代超え、増えて嬉しい。私2001年生まれです。21世紀です。21世紀だよね、うん。なんかここ明るくないそれちょっとやっちゃったら。名前呼んで。シュートさん、今日の予定はこの後出かけます。01です。一緒ですね。21世紀少女です。キクチャーミキクチャーミさんに似てるって言われます。そんな、うん。ペンパイナッポはポーペン。チョコレート好きです。名前呼んで。鈴優さん、沈黙した恋人よ歌って。じゃあ、夜歌おうかな。夜できるかな。できなさ。YouTuber なろう。YouTuber になります。チャームポイントは目の下のほくろ。青子持ってないです。欲しい、誰かください。青子、青子か、青子ですよね。誰か送ってください夜配信多いですよね。ダニ、一重じゃないです、二重です。髪どれくらいの長さ？セミロングです。バイトやってるから夜見れない。11日までやるんで来てください。もうネタ切れだな。11日まで話せるかな。永遠の白線歌ってほしい。鼻高い。鼻ちょっと、自分の鼻めっちゃ嫌いですね。料理得意します。でもそんなに得意ではないですね。夜って何時くらい？いやー、どうしよう。どうなんだ。トニちゃん料理作って。料理作りますね。ハーフツインして、ハーフツインしました。こんちゃ禁断ボーイズのいっくんです。本当ですか？アピールポイントは、あ、でも今緊張してて声出ないんですけど、めっちゃ声でかいです私。これはマジでめっちゃ通ります。スクショタイム、はい、スクショタイムします。はい、スクショタイムです。今ですよ、今しかないですよ野球見ますよ。早口言葉言える、言えます。
生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。意外と滑舌いいのかも。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。え、これめっちゃ得意だ。やばい。特技にしていいですかね、これ。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。え、うまっ。隣の客はよく柿食う客だ。え、待って、言えちゃう。この釘は引きにくい、あ、ちょっと待って。この釘は引きにくい釘。いくよ。この釘は引きにくい釘。東京特許許可局。東京特許許可局。東京特許許可局。無理だ。ハラちゃん、ハラちゃん、ハラちゃんって、ハラちゃんどなたですか？ごめんなさい。魔術師手術中。これいける。魔術師手術中。引きにくい釘だよ。この釘引きにくい釘？赤カピバラ、青カピバラ、青、え？黄カピバラ。青カピバラ。赤カピバラ、黄。東京特許許可局は誰も言えない。そうですよね。言えますか？皆さん。炙りカルビゲームします。今日急遽休暇許可却下。これ誰、口言葉なんですけど、やばい、絶対言えない。ヨボヨボ病。引き抜きにくいか。ああ、なるほど。マサチューセッツ州、これは言える。愛してるゲーム、愛してるゲームやりますか。じゃあ、青歯磨き、赤歯磨き、青歯磨き、黄歯磨き、赤 みんなこれ絶対作ってるでしょ。唐揚げ食べる？食べない？食べる？ん？俺より炙りカルビをうまい人見たの初めてだ。炙りカルビ得意ですね、多分。ボクボブ？め、めさいや、朝から腹出した。これ言えますよね。隣のファンや、隣のファンはよく推薦するファンだ。欅坂と乃木坂の推しメンは、漢字欅さんは守屋茜さんです。乃木坂は松村沙友理さんです。ポテサラって書けない？バコーン。赤欅、青欅、黄欅。言えた。誰とべ、とべ誰？ん？ 好きな炊飯器って何ですか？炊飯器には詳しくないですね。キキキリンさん。握手会とかどう思う？めっちゃやりたいです、握手会。じゃあ、ひらがなけやきの推しは佐々木久美さんです。1万1体おめでとう、ありがとうございます。1万人の皆さん、ありがとうございます。手振ってます、今。トニビンゴパンチください。オタク臭いよ。オタクです、バレましたか？守屋さん、松村さんが好きな美を追求する。美にはちょっと追求してますね。お肌のね、ケアとかめっちゃ頑張ってますよ。1になってほしい。ありがとうございます。泣いちゃう。美顔器持ってる、100均で買いましたよ。私、100均の、その小顔ローラーみたいなやつを、なんかめっちゃゴリゴリやってたんですよ、痛いくらい。そしたら学校のみんなに痩せたねって言われて。だから100均の小顔ローラーめっちゃおすすめですよ。皆さん買ってください、絶対。え、100均ってすごいですよ、本当に。めっちゃ痛いくらいグリグリやってください。エアー握手会してみて。じゃあやりますね。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ハラちゃんとポテサラどっちが好き？ あ、ハラちゃんさん、あ、そういうことか。名前ですね。富山来たことないで、行ったことないです。行ったことあるのは大阪と博多と長野、新潟。全然行ったことないですよ。沖縄。
こんにちは、今日も来ました。せいやさんこんにちは。大阪我が地元、大阪行きます。2、3回くらい行ったことありますよ。フォーチュンミュージックの CM みたい。ひらがなケヤキ受けようと思ったきっかけは、じゃあ今日も言いますね。ケヤキを受けたきっかけは、今まで熱中できることを見つけたことがなかったんで、同じ年齢の女の子が一つになって泣いたり笑ったりする姿を見て、私も一つの夢を追いかけてみたいなと思いました。はらちゃん、はらちゃんすごい、はらちゃんさんすごい、 CM 笑った俺も応募したんだけどな受かりま、二次審査通りましたか。合格、合格ありがとうございます。皆さんの心の中で合格させてください。僕も笑って泣きたいです笑って泣きたいですよね。本当になんか趣味っていうか熱しやすく冷めやすいんで、だから部活も続いたことなくて補欠合格です悔しい。何それ、声だけで推しメン、低い声が好きなんですかね。デューク働けって言ってください。デューク働け。マコって呼んで。マコさん A 型です。根性ないだけやん。ほんとそうなんですよね。誰か引っ張られてほしいです。高い声出して。うがったら絶対握手行くね。絶対来てください。小田奈々さんの声似てるって言われます。すぐ卒業しちゃう可能性はないです。絶対ないです。兄弟います。お兄ちゃんが2人います。顔出せ、出したいです。皆さんの想像にお任せしますよ。そろそろ終わりにしようかな。2時で終わりにしますね。服顔してきました歌って、じゃあ最後に1曲だけ歌おうかな。ショートカットじゃないです。でもショートカットにしたいなって思ってます。合格できたらショートカットっていうか短くしようかなって考えてるんですけど、ドラフト受けてないです。最後に高橋にあだ名つけて、高ひ彼女に似てる。もしかしたら彼女坊主も一回してみたいですね。髪の毛邪魔ですよね。よかったら坊主にしようかな。お母さん最後に呼んでください。キビンマルさん、お母さんお母さんやばい。もう本当に話すの下手くそなんですけど、皆さん来てくれてありがとうございました。坊主、伸び始めがめんどくさいです。そうなんですか。エジって呼んでください。エジさん、ひらがなに入って何がしたいですか。まずファンの皆さんに会って交流したいですね。あと可愛い衣装着たいし、番組に出たいです。坊主は嫌だからやめた方がいい。やめます。働け、ん、流れちゃった。すごい早いな。山梨学院行っちゃうと二塁のチャンスですやった。甲子園の実況してくれてる人いる働けって言われたし、働かずにショールーム毎日来るねやった。働いてからショールーム来てくださいふふ。最後にサイマジョ、コメント読んでくれよ。やめました、ごめんなさい。私の高校山梨学院に負けました。じゃあもう山梨学院さん強いんですね。自分でメイクします。最後にじゃあ何か歌います。何がいいですか。流れたのから好きなの歌いますね私が
俺と肉まんだったらどっちが好き？炊飯器さんの方が好きです。最後はダブル欅坂の歌。あ、少女には戻れない、めっちゃ好きです。私その、え、歌いたいな。やってみろ坊主。根性ないんでごめんなさい。二人セゾンはどう？二人セゾン、女子校じゃないですよ。自由は誰が、やべ、ひらがな受けるんでしょう。受けます、受けてます。バレたスマホ、僕もセゾン。あ、ごめんなさい、とっとと歌いやだって。よし、じゃあ歌おう。何歌おうかな、ちょっと待ってくださいね。歌詞わかるかな。いっぱい来るな。ポテサラ国家、夏の花はひまわりだけじゃない、さっき歌っちゃったんですよ、ごめんなさい。エアメール。早く、じゃあ少女には戻れない歌おうかな。おだなないるじゃん。じゃあいきますね。ひらがな曲、そうですよね。じゃあもうメドレーやろ、メドレーやります、今から。少女には戻れない、歌います、いきます。ああ、螺旋階段が登りにくいのは前が何も見えないからでしょう。先行く誰かの背中を頼りに、人はみんな進んでゆくものだから。おななさんいましたか。よし、沈黙した恋人用の A メロ歌いますね。めっちゃ歌うなって思われてますね多分。いきます。岬の灯台、海原見下ろしながら、眩しい日差しに時折瞳細める。中古のバイクでどれだけ走ってきただろう。汗ばむ T シャツ、太陽を吸い込んだ。また夏がやってくる前に、僕らが変わったこと、ふと気づかされる。この沈黙、君が指さすものを、僕は見つけられない。同じ青空を見ているのに、鳥はどこへ行った。君が大事なものを、僕は見過ごしている。そばにいることが当たり前で、そう愛し方も忘れてしまった。最後まで歌っちゃいました。ごめんなさい。ちょっとテンション上がって調子乗っちゃった。よし。ありがとうございました。そろそろ終わろうかな。世界、キョンコパートキョンコにそっくりやね。本当ですか、嬉しい。え、めっちゃ嬉しいな。顔出せ、顔出せよ。おだなな、おだななさん、よかったよ、嬉しいです。調子乗っていっぱい歌っちゃいました。聞いてくれてありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ギター、ギター夜にやりたいけどな。
トニちゃん押していい、押してください。合格して顔見せてね、早く見せたいです。1位になったら顔出しだね。じゃあ1位だったら顔出ししますね。1位にならなきゃ顔出ししません。カラオケ行きたくなってきた。カラオケ行きたい。私もカラオケ行きたい。ギター弾けます。ちょっとだけです。応援してる、ありがとうございます。じゃあうさぎさんでいいのかな。押してくださいとか落ちたら、落ちたらじゃあ一般人の私を。大人は信じてくれない。星がたまらない。見てくれてるだけで嬉しいです。よし、最後に名前呼んで、ゆうたさん。じゃあ最後に皆さん名前呼びます。コメントしてください。はい、たかしって知ってますか。知ってます。たかしさん、こういちろうさん、ずーねるさん、パンダさん、なつみさん、そうたさん、ゆみかぜさん、かのんさん、いっぺいさん、しんさん、サトッシーさん、あいこさん、ダンゴムシさん、みゆさん、コノハさん、このやきさん。よし、じゃあ終わりますね。じゃあ皆さんありがとうございました。また来てください。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。ん？ギター弾くならチューニング聞きたいな。じゃあチューニング練習してきます。じゃあバイバイ。皆さんバイバイって言ってください。バイバイって言ったら消えます。バイバーイ。